どうも、リムです。リムクラフトやっていきたいと思います。今回は、ジャガイモが大量に必要になるので、大きいジャガイモ畑を作っていきたいと思います。でね、ちょっとだけね、ジャガイモ畑作っといた。ちっちゃいのはね、これでちょっとずつ増やしていこうかなと思います。あと、ブランチマイニングをして、ダイヤモンド24個、手に入れました。今後使っていこうかなと思います。さあ、地下畑を作るにあたって、どこに地下畑作ろうかなーって。あ、畑はね、地下に作ります。大きいのを作りたいのでね。どこに作ろうかな。地下に行きやすそうな。やっぱ最初のとこか。この辺に作るか。こっから入り口だから、こっち側に作ろう。こっち側からこの方面に作ろう。ここに作ろう。で、高さが、今60。あ、50まで降りていきたい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。これで、50だね。で、もう一個穴を開けます。高さがわかんねえ。13。123。あー、つる橋が壊れた。持ってきてたわ、ちゃんと。それで、ここから広げてね、行きたいと思います。ここはカットかな？よし、とりあえず、こんだけ広げてみました。ここから、こっち側に掘ってって、畑を作っていきたいなと。こっち側にどんだけ伸ばすかな？また掘っていくよ。とりあえずこんだけ広げてみました。鉄ピッケルがね、もうなくなっちゃいそうなので。で、ここから畑を作っていきたいなと思います。ここに水かな？ 1、2、3、4で、畑が出来上がるかな？水が滴り落ちてる。あそこは上穴開けたら大変なことになっちゃう。バケツが欲しい。深刻な鉄不足になりかけですね。あれどこだっけ？この辺だ。ジャポンできなかった。危うく死ぬとこだったぜ。土が足りないな。土24個じゃ全然足りない。飯食おう、飯。
49個で足りるかな。なんかギリ足りなさそう。足りると願って掘っていきましょう。僕地下に畑作るの好きなんですよね。なんか見た目邪魔にならないから整地しなくていいし。あー、ちょっと足りない。取ってくるか。あ、ここの土、この高さいらないから、この土取っちゃおう。よし、土掘り終わった。やっぱね、鉄不足が深刻。よいしょ。これで、間違えた。水を、張っていきましょう。よいしょ。で、くわ入れ。置いちゃったよ。そう置いちゃうのめんどくさいな。ああ、置いちゃう置いちゃう。よいしょ。これでひとまず畑は完成かな。もう一つ奥まで行けっかな。このピッケルで足りるかな。ピッケル足りませんでした。ここまでしか掘れんかった。深刻な鉄不足だな。ダイヤピッケル使ってもいいんだけどな。まだもったいない感じが、するんだよね。鉄今何個あるんだろう。15個でしょ。焼いてる分は ?8 個。今焼いてんのは木か。8個。23個。いや、全然足りないな、鉄。次回、鉄採取しに行かないとだな。それと、こんなものを入れてみました。じゃん。シェーダーを入れてみました。水がきれい。影もすごい。夕日が綺麗だ。ちょっとこれからはこれでマイクラをやっていこうかなと思います。すごい。光ってる。これさ、鉱石も光ってんのかな?鉱石も光ってるシェーダーを入れたいんで。うわ、すげえ綺麗。鉱石も光って見えるシェーダーを入れたいんだけど、それがどれだかわからない。あ、光ってる光ってる光ってる、綺麗。あ、ラピスラズリとかも光ってる。あ、これいいね、綺麗。あ、綺麗綺麗。あ、めっちゃいいじゃん。あ、鉄ミッケ。でも今取れないんだよな。スケルゾンの音がして怖いので。タイさん。松明を片手に持ってると明るいからね。これ撮影もしやすい。あ、綺麗綺麗。お、外は、お、雲が綺麗。めっちゃすげえ。初めてシェーダー入れたんだけどさ。すげえな。あ、夕日が、いい。
夕日が沈むのがいいですね。で、こっち向くと朝日が昇ってくると。あ、いいね。あ、すげえ綺麗。影がすごい。これは楽しいですわ。それではね、このシェーダーを入れた状態で。わあ、今日5分ぐらいの動画になりそうだな。短い動画になりそうですが、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、コメントと高評価、あとメルカリでハンドメイド品を販売しているので、ぜひそちらも見てください。それじゃあ、バイバーイ。